ギブソン・デス・ポール、デス・ポール、デス・ポールモデル、デス・ポールモデルは、ギブソンが1952年から製造・販売を行っているエレキギター。フェンダー社のストラトキャスターモデルと並び有名なモデルとされる。アメリカ合衆国のギタリスト、デス・ポールのアーティストモデルであり、本来はデス・ポールモデルと呼ばれるべきであるが、日本ではデス・ポールと表記するのが正しいとされ、 輸入代理店もこの表記を取っている。公式にレスポールとしてこのモデルを販売しているのはギブソンおよび子会社のエピフォンのみであるが多数のメーカーでコピーモデルが販売されている。レスポールはギブソン社発のソリッドギターであり、前述の通りレスポールとの共同開発とされる彼のシグネチャーモデルである。レスポールとして最も知られているのはスタンダード、 カスタムの2種類であるが、その他にもスペシャル、ジュニア、デラックス、スタジオ、クラシックなど多くのモデルが存在する。共同開発とはいえ、実際の開発は、ギブソン社にて行われた、ポールのログは参考としている。ポールからの中間プロトタイプに対するアドバイスは、ゴールドカラーの採用、高級に見えると自身がパテントを持つ。 トラピーズブリッジの採用という程度でしかなかった。ポールは表面のメープルを分厚くするように要求したが、非常に重くなってしまうことと、コストがかさむことから却下された。基本的なデザインは、コーフレット部が引きやすいようにボディが削られた、シングルカットウェイのアーチドトップボディに、フロントとリアの2つのピックアップを搭載、ネックは仕込み角をつけた、セットネックで、 それぞれのピックアップ専用のボリューム、トーンコントロールが備わっている。当初、スタンダードには1952年から1956年まで、シングルコイルのソープバー、ドックイヤーなどの異名を持つ P-90 タイプを、1954年から1956年製のカスタムにはフロントに、P-90 とは全く違う部構造と、 長方形のボールピースを持つアルニコ V、リアにソープバータイプの P-90 という組み合わせでピックアップが搭載されていたが、デスポールが有名になったのはやはり1957年モデルか採用された P-490 ピックアップが搭載された頃からである。このピックアップはセスラバーの設計によるもので、 シングルコイルを2つ並べたようなダブルコイル、いわゆるハムバッカーとなっており、コイル2つの膜向きと磁極を逆にして、ノイズキャンセルする仕組みになっている。副作用として、シングルコイルよりは、高域特性が悪く、しかも大きな音が出ることになったが、これがレスポールタイプのギターの魅力となっている。ちなみにこのハムバッカー構造を持つ、このピックアップは特許出願され、 そのことを示す特許出願中パテントアプライド法のシールが貼られていたことから PAF と呼ばれた。この PAF ピックアップはスタンダードモデルとカスタムモデルに採用されたが電化モデルである j ュニア r とスペシャルには P-90 が搭載され続けた。PAF ピックアップ製造開始当時のコイル巻き線機には自動停止機構がなかったため巻き線数は設計値。 五センターにより多めで、しかも個体差が大きい。また、経年変化により発生するボビンの樹脂汗せと呼ばれる現象の結果コイル巻き線が製造当時より緩み、張力低下から巻き線断面積や線間距離の増加を招いている。これによる浮遊容量増加がサウンドに大きな影響を与えている。すなわち、オリジナルの PA-F ピックアップの現在のサウンドは、 製造時のバラつきによる初期個体差に加え、その後の経年変化が偶然影響を与えてしまった結果によるものであり、一つ一つが異なった個性を持っている。したがって、それを人為的に復刻することは難しい。また、後年のハードロック前世紀にピックアップ出力の増大や音色変更、高音域の感度向上を狙いピックアップ表面の 金属カバーを取り外すことが流行し始めたが、その時になって、樹脂ボビンが黒でなく白い個体が存在することが判明した。もともと白い樹脂材料に黒着色剤を混ぜて、ボビン成形をしていたが、ボビン納入メーカーで1958年途中から1960年ぐらいにかて、この着色剤が不足したためである。代わりの着色剤としては、他の樹脂パーツと同じクリーム色が用いられた。 固定ポールピース側の黒ボビンが先に不足したため、まずそちらが白い個体が出始めた。そのうち、アジャスタブルガーポールピースの黒ボビンもなくなり両方、白い個体になった。両方黒いものは、通称、レギュラー。片側が白いものは、通称、ゼブラ。両方白いものは、通称、ダブルホワイトと呼ばれる。前期の行きさつにより、 ほとんどのゼブラは固定ポールピース側ボビンが白いが、極めてごく稀に逆のゼブラが存在することも知られている。白いボビンが使用された時期は、サンバーストカラーのレスポールの製造時期ほぼ、重なり後期ほど白ボビンの混入確率が高いことになるが、レスポール以外のモデルにも使用された上、ピックアップ単体で交換可能なため、ダブルホワイトやゼブラが付いていることで知らる。 有名モデルでも最初からついていたのか後年に移植されたのかを検証することは難しい。ちなみに、ボビンの色がサウンドに影響することはない。レスポールのブリッジ部は特殊なものを除き3種類の仕様が存在する。ブリッジの変遷に合わせてネックの仕込み角も変化している。この他、特注モデルでは、 顧客の注文に応じてビグスビーの各種トレモロユニットが最初から装着される場合もあった。後付け改造モデル特有の標準ブリッジ、取り付け穴を埋めた痕跡がないこと判別可能である。スタンダードモデルはボディのバッグにマホガニー、トップにハードロックメープル、別名イースタウンメープルという2種類の木材を貼り合わせた独特の構造を持つ。メープル材維持、2インチ。 12.5mm と、マホガニー材1プラス3、4インチ、44.5mm の厚みのバランスは、サステイン持続量から決定された。開発途中では、さらなるサステインを求めたレスポールより、厚さのバランスを逆にする意見も出たが、重すぎるという理由で、ギブソン社に却下された。一方、ネックは、マホガニーワンピースを基本としながら、材料部止まりを考慮して、 ヘッドブリオタンは別ピースが接着されている、通称、耳張り。1976年からの再発モデルには、メープルネックも、ひとじき存在した。カスタムモデルや、ジュニアモデルは、マホガニーボディである。初期のゴールドトップモデルでは、表面のメープル材は、ランダムな幅の2から3ピースであったが、1958年の、サンバースト塗装の適用にあたりバイオリン族の、 ボディリメンに見られるようなブックマンの2ピースとされた。これにより、キメを美しい左右対称とし、シースルー塗装化の付加価値を高めることを狙った。ブックマッチを採用するためには、ゴールドトップモデルの倍の厚さのメープル素材が必要となる。それまでは1、2インチ厚に仕上げるためにも、8インチ厚の素材を使用していたため、その倍ならば5、4インチという、 当時の製材規格外れの厚さになってしまった。これに近い規格製材圧は床材等に使用される4、4インチであったが、切り開きの小切り引き台やその後のカンナ台を考慮すと、厚さ不足となる。妥協しなかった、キブソン社であったが、製材の引き受け業者がなかなか見つからず、材料入手の困難さに直面することとなった。このため、細々としか入荷しないメープル材は、 廃材送りを極力抑制する必要があり、様々な工夫がなされた。ただしメープル材自体が貴重になった現在とは異なり、5、4インチ厚の板材が入手困難なだけであった点に留意されたい。一例として、切り開いた片側の板材のみが染み、割れ等で不適であった場合でも残った片側の板を保管しておき、色合いが似た、材、カラーマッチと呼ばれるまたは、キメが似た、材、 パターンマッチと呼ばれるを選別して組み合わせて使用された。クレームになりやすい、人間が認識しやすいのは色の違いであるため、カラーマッチの方が優先された。またブックマッチの場合には、切り開いた材を組み合わせる、関係上、片側が木表、片側が木裏となるが、木裏の方が若干くすんだ色味になる、カラーマッチやパターンマッチの場合には、 両方の材を木をてで揃えるフリッチマッチことも配慮されたため、ブックマッチ材ではない個体の材を総称してフリッチマッチと呼ぶことが多い。メープル材にはフィギュア、もしくは木と呼ばれる様々な美しい文様が発生しているものがある。そのような材を持つオリジナルモデルは現在では非常に高価に取引されている。しかし、発売当時は特に注目もされておらず、ギブソン社自体、 売りにもしていなかった点が興味深い。これはフリッチマッチの個体の片側の材のみに木があるものが少なくないことでも裏付けられている。マッチングの要件として木は対象外であったことになる。木の人気を決定づけたのは生産打ち切り50年以上経った70年代。当時の雑誌においてまだ白黒が一般的であったミュージシャンのステージ写真に 中ば実物以上に強く映り込むことで広く認知されたためであり、その後、80年代には異常な人気を博すまでに至る。特にフレームをはじめとした特別な木目を持った個体は、希少価値のある個体として高価なオリジナルモデルの中でもさらに高値で取引されるようになり、現在国内で取引されるオリジナルの価格は2000万円を超えるまでになってしまった。 オリジナルのレスポールに現れている木としては、トラメ、もしくはフレーム、炎、ピンストライプと呼ばれる、縞模様系がほとんどであり、バーズアイやキルトと呼ばれるものは、ごく稀でしかない。これは、当時使用されていた、ハードロックメープル材の木の傾向でもある。レスポール表面は、バイオリン族のようなアーチドトップ形状に、仕上げられているが、これは、メープル材を削り込んで成形されている。 このためせっかくのブックマッチによる左右対称木目模様はボディセンター部を残して失われてしまう。対称模様の崩れを目立たなくするにはサメの材を選別使用すれば良いわけであるが先に述べたような材料入手性の悪さからそのような贅沢はできなかった。炒め材のモデルではフリッチマッチとの判別が困難なほど左右の乱れが大きいものも珍しくない。 もっとも、痛め剤も使用されていた、別の理由として、魔法ガニーとのラミネート構造のおかげで、痛め剤に起こりやすい反りの心配がなかったという点も、ある。一方で木の観点から見れば、マサメ剤の木は、比較的単純なピンストライプが多く、フレームのような人気の高いものは、痛めとマサメの中間の板取りをされたツイマサメ剤で、あることがほとんどである。また、痛め剤では、 木は現れないのが普通であるが、ごく稀に存在する、痛めの木は非常に不規則かつ大胆であり、コレクターに珍重されている。また、バーズアイは痛めにしか存在しない。このような木の個体が存在することになったのも、メープル材の倹約励行がもたらした空前によるものである。現存するオリジナルレスポールにおけるメープル材の正マサめ、ついまさめ、 炒めそれぞれの存在割合は、一本の丸太を端からスライスして板取りしていった時にできる割合と、ほぼ等しいと言われている。ちなみに現在では、ヒストリックコレクションなどの高級モデルには、美しい木材の入手性が、比較的多いなソフトメープル、別名ウエスタンメープルが使われている。これは、ハードメープルよりも軽く、柔らかい材なので音色にも影響を与える。 1952年の発売開始から1957年の中盤までゴールドトップと呼ばれる金色のメタリック塗装を施されていたが1958年後期から1960年にかけてはそれまでのソリッドカラーとは一線を隠すサンスト塗装と呼ばれるシースルーフィニッシュが施されボディ表面に使用されているハードロックメープルのキメが見えるようになった サンバースト塗装を略してバースト塗装もしくは単にバーストと呼ぶ場合もあるが1958年から1960年のオリジナルレスポールスタンダードを指す相性もバーストと呼ばれるスタンダードモデルの当初のサンバーストカラーは下地として黄色塗装したボディにアメリカンチェリーのような赤紫が外縁から中央にかけて薄くなっていくグラデーションをかけたものあった チェリーレッド塗装範囲は広く、ブックマッチの左右対称目目模様が崩れる部分を、ほとんど塗りつぶし目立たなくするよう工夫されていた。下地の黄色は、顔料系でありながら、キメを隠さない、透過性を持つものが選ばれた。その上に塗られた、チェリーレッドは、染料系の赤色と微量の濃紺色のブレンド塗料であったが、一般的な染料系塗料の例に漏れず、 経年変化により退職した。特に目立つわけでもなく、注目もされていなかった木が退職により、美しく浮き出して見えるようになったのは、偶然の自然現象の積み重ねの結果によるものであった。チェリーレッドトマクの中では、特に赤色成分の退職が早く、遅れて退職する、紺色成分や退職しない、下地の黄色層とのカラーバランスが変化して、 表面ラッカー塗装の色焼けも加わり、紅茶のような茶色に見える変色をする場合が多かった。通称 T バースト。さらに退色が進むと、紺色成分も合わせていき、バースト塗装が過労じて残っている状態。通称ハニーバーストを経由て、最終的には、バースト塗装は完全に退色する。この場合、顔料系であるため全く退色しない。 下地の黄色層と飴色に色焼けしたら、カー層の色の実が残ったオレンジ色、通称レモンドロップ状態に落ち着く。退色のコンディションによっては、T バースト段階の後に、ごく稀に赤色成分の実が先に完全に退色することで、外縁部が緑に見える通称グリーンバーストと呼ばれる状態になることもある。一方、メープル材をブックマッチに切り開いた際、 面の端の方にシミなどがあった場合、それが、ボデー外縁部になるように、ブックマッチした上で、シミが目立たなくなるように通常のチェリーレッドよりも、紺色成分を多くした暗い色を濃く塗装して、ごまかしたモデルもあった、材の項目にある通り、メープル材の廃材化を極力減らす必要があったからである。これは、その後の退職で外縁部が、通称ダークバーストや、タバコバーストと呼ばれる、 焦げ茶色となり、中には隠そうとしたシミが退色で再び透けて見えるモデルも存在する。このチェリーレッドの退色は販売後1年程度という早い段階から発生し始め顧客からのクレームにもなったため、1960年のモデル末期にはチェリー塗装も退色しない顔料系に変更された。顔料系では塗料を混ぜるほど色が濁ってしまうため、 単色の赤が選ばれた。顔料系ながら、下地層の黄色同様に透過性があるため、若干オレンジがかって見える。これは、今では、通称60年チェリー、もしくはタンジェリンレッドと呼ばれ、現在でもほとんど退色していない。1960年モデルはネックが薄くなったことで、サウンド的にも59年までのモデルと、なため、カラー、サウンドとも人気は低めであり、 レプリカ対象とされることは少ない。それでもオリジナルの1960年モデルであれば、超高額であることに変わりはない。表面ラッカー層は、登場から現在まで一貫して、ニトロセルロースが使われている。経年変化については、一般的な色焼けと呼ばれる現象の他に、使用環境や保管環境が過酷であった場合、ニトロセルロースラッカー特有の現象であるの、 細かなひび割れ、ウェザーチェックが発生しているものがある。このほか、当時からカスタムモデルとして、白や黒のソリッドカラー、もしくはチェリーレッド単色のモデルが制作された。また近年のシグネチャーモデルでは、演奏家の趣味に合わせた様々な塗装が採用されている。一方、ボディリメやネックといったマホガニー材部分は赤系の目止めを施した後に、 表面と同じ染料系チェリーレッド塗装が施されている。こちらも、経年変化により退職し、茶色みを帯びた後に完全に消え、マホガニー剤の在職に戻ってしまう。ただしマホガニー剤自体が赤いため表面ほど退職度合いは目立たない。オリジナルモデルの理面で興味の対象とされるのは、退職ではなく、ベルトバックル症と呼ばれる塗装の剥がれ位置である。 ギターを高い位置に構えるジャズ系ミュージシャンのステージが主な活舞台であった場合、バックルショーは高音源側になり、ハードロック系のそれはギターを低い位置に構えた結果、低音源側のそれもボディ端になるといった具合に、そのギターが辿ってきた歴史が文字通り刻まれていることが多い。前述のように、レスポールは年に登場し、ブリッジびピックアップ。 塗装の仕様変更を経て、1958年にその仕様が完成されている。この1958から1960年製のサンバーストモデルは現在では、エレクトリックギターの中でも最も高額で取引されている個体群であるが、まだロックンロールが誕生して間もなかった、発売当時の落シしンにおいては、サウンドにパワーがありすぎコントロールしづらく、重量も重いということで、 一般的な人気を得るには至らなかった。結局、このオリジナルのサンバースト仕様は約1400本制作された程度で製造中止となっている。売上不振により、ギブソンは1960年にはレスポールシェイプのギターの生産をすべて中止した。翌1961年、軽快な音色を追求したオールマホガニータイプの SG シェイプにフルモデルチェンジ。 これをレスポールモデルとして販売したが、ポール本人はこれに納得せず、彼との契約は打ち切られた。この結果、レスポールモデルと呼ばれる製品は販売終了となった。レスポールを一躍有名にしたのはエリック・クラプトンである。ブルース・ブレイカーズのアルバム、ブルース・ブレイカーズ・フィーチャーリング、エリック・クラプトンに参加した曲で聴け、レスポールとマーシャルアンプの組み合わせによる、 ディストーションサウンドは極上のサウンドと絶賛された。そしてその組み合わせはそれ以後のブルースロック、ハードロックサウンドに不可欠なものとなった。この時期、ピーター・グリーンやマイク・ブルームフィールド、ミック・テイラー、キース・リチャーズなどが相次いでレスポールを使い始めた。ロックギタリストたちによる再評価を受けてレスポールの需要が再び高まると、ギブソンは ポールと再契約の上、1968年に、スタンダード、ゴールドトップ塗装、P-90 ピックアップ搭載モデル、カスタムの両モデルを再発した。しかし1969年以降、デラックスやプロフェッショナル、レコーディングなどの新しいシリーズを発売したものの、SG モデルが定着した以外は、商業的には不成功に終わっている。 1970年代に入ると、レッド・ツェッペリンのジミー・ページが登場し、レス・ポールの人気をさらに高めた。長いストラップで腰よりも低い位置で、58年生のオールド・レス・ポールを弾く姿は、当時のギターキッズたちに、レス・ポールは低い位置で弾くものという流行を生んだ。他にも、ポール・コゾフや、ピーター・グリーン、ミック・ロンソン、ミック・テイラー、 リッキー・ベッツなどの名立ちたるギタリストたちがレスポールを愛用した。1970年代後半のフュージョンブーム、さらに1980年代の l a メタルシーンなどでは、トレモロユニットを搭載したストラトキャスタータイプのギターが接見し、レスポールはほとんど見られなかったが、1980年代後半に入ってガンズローゼズのスラッシュや、 オジー・オズボーンのザック・ワイルドなどがレスポールをメインギターで使用しだし、その太くあでやかな音色とワイルドなプレイによってレスポール人気は再熱する。1950年代末のオリジナルのサンバースト仕様とはかなり異なる仕様で生産されていた1970年代のレスポールであるが1980年にはオリジナルのサンバースト仕様に相当程度近づけた。 80やエリート80などの高級モデルが登場。1980年代中期になると、スタンダードモデルがやはりオリジナルのサンバースト仕様に近い仕様となった。また1990年代に入ると、ギブソン社内に設置された高級品専門工房、カスタムショップ制作による、よりオリジナルのサンバースト仕様に近いシリーズ、ヒストリックコレクションの生産が始まった。 また、もともとポールのシグネチャーモデルであるレスポールだが、あくまでもレスポールのバリエーションとして、ポール以外のギタリストのモデルも販売されるようになった。レスポールモデルは、グレコや、東海、ESP、ヘリテージギターズ、フェルナンデス、バーニーブランドなど、様々な会社により、コピーモデルが製造されている。これらのうちグレコ、 東海などが1970年代に製造したコピーモデルは、現在日本では関連書籍が発行された影響で、ジャパンヴィンテージ和製英語と呼ばれ、比較的高額で取引されている。日本国内の訴訟では、ギブソン社が長い間コピーモデルの生産を黙認してきたとされ、ギブソン社の敗訴となった。東京高裁平成10年、年第2942号。 平成12年2月24日、判決言い渡し。また、厳密なコピーモデルではないものの、デスポールと形が似通ったポールリード・スミスのシングルカットに対し、ギブソン社は訴訟を起こした。ギブソン側の主張によると、スモークが焚かれたステージでは、両者のギターは区別がつかず、消費者が混同し、間違って買ってしまうとのことであった。2004年には、連邦地裁により、 製造、販売さとめの処分が下されたが、2005年、第二審である、第六合衆国連邦巡回区控訴裁判所では、一審判決が破棄され、ギブソンの訴訟は棄却された。ギブソンは、控訴したが、2006年、合衆国最高裁判所への上告は棄却され、ギブソンの敗訴が確定した。判決では、両者のギッターを混同するのは、アホだけである。 オンリーアン・イディット・ウッド・カンフューズ・ザ・ツーと読み上げられた。コピーモデルではいかに、オールドモデルの退職具合を再現するかに、大きな努力が払われてきたと言える。以前は似たような色に調合するしか手がなかったが、現在では、オールドモデルの新品当時の調合で塗装した後、温度、湿度や光をコントロールできる、塗装劣化促進設備で様々な退職や、ウェザーチェックまでも再現できるようになった。 しかし、木材そのものの強授固化による音の枯れ具合までは再現できていないため、外見は古いがなりは若いという楽器としてはいびつな状態と言えなくもない。近年、木材を高温高圧で固化させることで数百年相当までモノエイジングを再現できる技術もヤマハから出てきてはいるが、パテントの関係や設備が非常に高価なため、 オールドレスポールレプリカへの採用はまだない。ギブソンの楽器は塗装にニトロセルロースラッカーを使用しているためギタースタンドのゴム製の干渉剤や革製のギターストラップ等に長時間触れていると塗装面がただれることがある。また汗や汚れも変質の原因となるため演奏後は汚れを拭いてストラップを外して保管することが好ましい。レスポールはジュニアや スペシャルなどを覗き返して重く、角度のついたヘッドからスタンドに倒しただけでもナットの少し上あたりからネックが壊れることがある。これはネックが一本の木材から成形されているため、キメが角度のついたヘッド部分で変わってしまい、強度的にもろくなってしまうためである。一部の他社のコピーモデルや廉価なレスポールタイプはネックがスカーフジョイントになっているため、この問題を ある程度解決しているとされる場合もあるが、これは木材の節約が主な目的である。経年でヘッドが下へ曲がり落ちやすいのも弱点である。リペアを必要とする事故はこの機種が一番多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。